ボスかな。よし、やったぞ。あ、あ、砲台全部やらんでいいって話か。で、ボス戦どうやろう、逃げてくんかな。強すぎるってあのパワータイプのコンコが。いやー、いろいろ珍しいな。一般戦闘とボス戦闘の間セーブ入れるって。うん、ステータスの上昇見れたから絶対戦闘は継続しとるはず。珍しい。鳥居邪魔なんですけど。お、嬉しそう。いいぞいいぞいいぞ、ゾクゾクしやがって。はあ、レニと対マンしてちょっとレニの鼻を追ってほしいな。お、来た来た来た。その取り巻きもか。見えません。で、だいぶ遠いとこ行ったな。雷タイプか。増えた。さっきまで2人しかいなかったのに。第二地剣合ってますまだ他の呼び方あるかな。第二地剣、嫌な距離やな。私、下品な男嫌いです。下品やな、お嬢様からしたら。今までのやつと違う。わかる、そう、キー的なもんが感じられるんかな、ドラゴンボールみたいに。さあ、遊びは終わりだ。遊びやったな、確かに。やります。かしこまりました。あ、いいね、全開しとるわ。大神から、いやね、いや、あ、でも大神か。作戦は、作戦風のまんま。おい、変わっとるやないけ。もうパワーこそ力ですよ力こそパワー。了解。ちょっと引きつけたいか。まあ、さっきみたいに、なんで砲台撤去したん置いとけばよかったのに。さくらかばって横からズビャンやってもらってもいいかもしれんけど。ちょっと引きつけたいか。嫌な間合いやな。どうだ、この辺。一応大神硬い方ではあるから、1ターン目山が正解やったかもしれんな。あ、しまった、かばってなかったわ。これで前出したら死ぬわな。かばってもないし、なんなら一歩前出す。ちょっと引きつけたいね。来る、もう来る。お、来た来た来た。か、あー、広、うわ、長いからの範囲って必殺。おお、初手ゲージマックスか。鬼神豪天殺。いや、こんなパワー系の必殺ってやばいやろ。どっちも防御は入れたよね。50ぐらいにしといて。うおー、見たやばい。さっさとアイリスの使うか。いや、なかなか、なかなかなことしやがるな、こいつ。いや、範囲が狭い。かばってなかったのちょっと痛いな。ちょっと全開させていただいて。アイリスの技なんだっけ。アイリス、じゃ、じゃ、じゃ、え、アイリス、ペティット。ジャンポール。プティ。ペティット。これなんかあれかな、フランス語かか、そういう感じかね。で、全開します。次のターン一気に。いや、でも周りの雑魚ちょっと気になるな。え、なかなかな難易度にしてきたの。取り巻きってことは強いやろうしね。届くかな。
初手山でしたね完全に。あ届く。ここからズビャンしていただいて出すレインなんとかレインゴールド出すレインゴールエアストロエアストロエアストロ出すレインゴール出すレインゴールこのスピード感いいね出すレインゴール4分の1いったちょっと周りのやつやっぱ織姫の範囲でなんとかしたいけどザコが動かん以上なまあ、サクラも範囲あるからレにボコってくるかゲージ回復してくれちょっといたえ火ってかなり下がるんやね守備力織姫やばいちゃんとかばっとかんと死ぬなこれボッサもなかなかやったしねどういくまあ、さくらと織姫になんとかしてもらうとしてボスは畳みかけてその前にしっかりかばうのをどうすっかな織姫に突っ込んでもらいたいで天地一子もうムービーいいかな2回3回技の名前しっかり覚えたら飛ばしていこう結構長いしねああもう半分いったよあれもう倒せここでもう退場する系大江さん作戦を変える必要ありませんかないねうーんこのままでいいですこういう隊長以外のターンにも帰れるのかいやこれまでいいよはいわかりました大きなだいぶ失礼な感じじゃないこれ遠回しになんか間違ってますよみたいなこのまま貫通していただいてさっきの桜花武将ももういいかただあの綺麗な桜だけしっかり見てこれうんこれだけ硬いかあいや弱いわ普通の脇地に毛生えたような感じか貯めておくかあー25かここでボス誰レニーレニーうわ範囲範囲はやめてよ痛いそしてゲージはたまるけどちょっとレニー回復せんとまずいか隣のやつの一発けたうわなかなかな混戦やなワンでもなかったかもこの感じレニー結構回復せんね70でレニー結構あでも言うほど溜まってないな殴って溜めるが正解かかなクリティカルどうクリティカルどう強い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 さあ帰るどうすかツンツン痛かったやろ溜めるただ次のターンまで引っ張りそうなあれでもない音かいいねここまでああただあれだ隣接し隣にも行けたっけあ違う必殺ってああそうでしたそうでしたそうでしたどうしようどうしようそうでしたここに来れたら最後やなここ一旦戻って結局経験値とかないのでこのゲーム
さっさと落としに行く。ワンチャンあるんじゃないこれ。織姫は初やね、そのこの戦闘で。あーこの女子のアップいいね。ガッドロスタルようにね。イタリア語かな、行ったか。あもうちょっと。で、雑魚のターン。大神でも締めれそうじゃない。だいぶ脳筋プレーやけど。3時ぐらいか。いいね。誰誰誰、アリス、あ、違う。やっぱ体調はヘイト高いのかな。あー、ここまれた。ふはやべ、届いてないんじゃない、コンゴくんに。いや、出れんくなったな。ぐるっといける。風使えばいけるかな。くっそー。こしゃくな。風つ、いや、でもそこまでかな。ここからじゃ。桜あたりにとどめさせてもらうか。あー、ダメです。ダメなので。じゃあかばういいのか。どうせ上がってる感じもないし、内部的に上がってるとかあるんかな。こうしてアイリス側をしばく。なんか弱そうやな、なんかラグった感じがすごい弱そうに見えて。隠するか。大神さすがに死んだらゲームオーバーやしね。で、さくら。貯めても必殺使えないなら、そうね。ボスをいただきに行く。ブルンブルンやったら必殺とかあるかな。あの、クリティカル。倒した？いた？勝ったらしい。押し込んだわ。もう退場？いや、なんか弱った感じないな。やるじゃねえか。また会おうぜって。帝国過激だ。変えるパターンか。今日のところはこのぐらいにしておいてやるぜ。だいぶビリビリの音が気になるな。おいてめえ。はい、レニか。あ、大神か。名を聞いておこうか。名乗るんかな。帝国歌劇団花組隊長、大神一郎だ。だいぶ傷だらけやな、こいつ。よく見たら大神一郎か。これもコーマの一種なんかな。次に会った時ワンの設定やったら、そのコーマはもうモンスターみたいな感じなんですけど。めっちゃ笑う。上級コーマになると人型になるって何かだったはず。さすがに仕留めれんか。逃がしてしまいましたね。だいぶ楽勝でしたね。まったく下品な戦闘って。あ、クズシャワー浴びます。接続が怪しいです。いやー、あれ戦闘あれってこと、勝利のポーズやって終わりなわけないよな。フリーマップ1回しかやってないしね。シャワー浴びますって言ったってことは、次のフリー時間来るぞ、織姫。いや、やめておこう。深いお気持ちだ。示唆してくれたわ。どこに追っかけていく、あれもないしね。情報もないし。今は危ないやろ。ね、ワープみたいに逃げていかない。その、徒歩で行ったんならわかるけど。うん。なんだ。気を感じる？あ、よかった。子供たちに怪我がなくて。結構巻き添え食らった人いるんじゃない？なかなかの壊れ方しとるけど、屋台みたいなの。そうだね。帝都を守るっていうのは、母とこの小さな幸せを守るってことなんだね。なかなか小さそうやな。6歳4歳、あ？アイリスが反応している。
あ、そういえばアイリスのはやったな。タイトルでもアイリスの名前ついとったし。うん？どうした？アイリス。うん、なんでもない。急にホームシックか。アイリス、先に帰るね。2、3年は日本にもうおるよね。で、レニーが何か立ち上がるって話なんかな。アイリス、なんだか急に元気なくなっちゃって。ね。確かに気になるな。いやー、どういう展開になるか全然記憶にない。何？全すごいね、そんな記憶飛ぶ。でフリーのお時間やね、夜か。アイリスね、元気なかったやつ、あれ解決して終わりかな。ちょっとレニと近づいて終わるんだっけ。アイリスとレニってかなり仲良くなったはず。ふう、今日は新人が来たり戦闘があったりと大変な一日だったな。確かに過去最速戦闘じゃなかった。うん、誰か来たみたいだ。さくらか。うん。この時点で来るのもさくらしかおらんしな。あの、さくらですけど、お前さんよろしいですか。アイリスの件かな。さくらくんか、鍵はかかってない、いないから中に入って。それじゃお邪魔します。織姫のシャワーどうなったやろ。早く帰ってシャワー浴びたいですって言っとったけど、もう終わったかな。今日はお疲れ様、何か用かい。レニの歓迎会のことなんですけど、改めてってこと。国旗会が出現したので途中で中断してしまいましたよね。ですからサロンで歓迎会の続きをやろうと思うんです。今から。まだそこまで夜じゃないのか。それで大前さんにも来ていただこうと思って呼びに来たんです。まだ7時とかかな。いつも見回りって9時台やよね。選択肢いるこれ。下選んだら絶対下がるよ。よし行こう。確かにあれで歓迎会が終わりではかわいそうだ。デニーはそんなこと思ってないんじゃない。はい、やっぱりきちんと歓迎会をしてあげたいですよね。それじゃあ行きましょう。みんなもう集まってますから。もう花からサロンでよかったんじゃん。ね、遊戯室もあるからさ、例のあの楽屋よりはなんか、ただ座布団やから、座布団じゃない畳やから、この時代だと座の方がいいんかね。いや、お待たせ。それじゃあ歓迎会の続きやろうか。言うて4分の3、ほぼ外人やしな。ほぼ。いやね、織姫だけハーフ。いやね、うんうん。じゃあ、立ちの方がいいな。うん、アイリスお菓子持ってきたんだ。あ、元気乗ったか？あ、これってフランスのリンツのビスケットですよね。いただきます。早くない？ねえねえ、レニも食べてよ。もう、いいのか。ちょっと自分の大人の感覚やとなんか乾杯かなんかせんと。口つけたらダメかなって感覚ね。どうしたレディ、どう、美味しい。あ、食ってたんか。栄養価が低い。本当にビスケットってかなり高カロリーでは。レディらしい答えだな。栄養価か、もっと他の要素が欲しいとか、なるほど、肉とか、なるほどね。脂質やらタンパク質やらもっと欲しいってか。アイリス、このお菓子どうしたの。ビスケットだが高カロリーなイメージがあるけどね。あのね、パパからお手紙と一緒に届いたの。ほう。フランスのご両親から送ってもらったのね。珍しいお菓子だと思ったわ。手紙来るにしても運ヶ月かかるよね。船やよね、この時代なんて。通信手段というかそういう。あ、例のコーラの、さすがにない。どうなんかね。考えるだけ野暮か。うん、アイリスね、パパ大好きなんだもん。まあ、この、珍、うん？そろそろ、あれか、あの、反抗期というか、親元離れてたら反抗期ってどうなんかね、発動するんかね。親おらんし、無理か。はあ、どうした、アイリス。ああ、これかな？気になるね。
オリーブ君どうしたんだいそんな顔して。アイリス下がるかな、どうやろう。かまってあげた方がよかった。別に何でもありません。そう、織姫もなんかやっぱ家族となんかあって、そう、父ちゃんがあれやから、日本男児が映ってんのよ。この顔かわいいな、普通に。うん、まったくさっきからパパパパってばっかみたい。え、織姫さん。ふん、織姫くん、聞いたら下がりそう。どうして怒ってるんだい、さっきまで機嫌が良かったのに。聞くんじゃありません。別に私は怒ってなんかいませんけど。下がらずか。あ、やばい、それに私の機嫌ことを翔士さんにあれこれ言われたくないです。あ、でも下がらん。織姫くん、織姫さん、一体急にどうしたんですか。別に何でもないです。ただ父親の手紙ぐらいで大喜びするなんておかしいと思っただけです。織姫の両親はやっぱ海外行かね。どうやろう、父ちゃんがまだ行ってんのかな。別にいいでしょ、アリスパパのお手紙ずっと待ってたんだから。そりゃ9歳からここにおればね、家族の手紙なんて真っ先に見たいやろ。アリスって子供扱いされるのが嫌いなんでしょ。もう分かってやがる。いい加減親離れをした方がいいと思いますけど。うん、レにかばってあげて。だって、やべ、暴走モードか。アリス、パパとママと一緒にいたいんだもん。まずい、この辺壊れるぞ。まず定撃の一角。あー、やばい。みんな大嫌い。やべー、桜大戦1でいう5話ぐらいかな、この状態。うわー、結局こんなあるんかよ。え、これこの輪で解決する。な、何これ。いけない、アリスの力が煽りすぎじゃ。織姫、アリス落ち着くんだ。アリスの気持ちも知らないくせに織姫なんか大嫌い。なんかもう霊力的には多分一番潜在能力あるの多分アリスやね。うわードカーンか。おい、支配人に怒られるやろ。だいぶカチャカチャ鳴ったんじゃない。お前さん大丈夫ですか。 ああ大丈夫だ。アリスは部屋かな、一人で飛び出していきました。外なわけないよね。さっきの一体何ですか。お前謝ってこいよ。うん、織姫はなんか手指からビーム出す程度やけど、アリさんもなんかサイコキネシス的な感じやね。物のね、移動とかもできるし、霊力だよ。しかもかなり高レベルの。レニがそう言っている。もう織姫以上か。ええ、その通りです。私たちが後部を動かす元になる力、アリスは感情が高ぶるとその霊力をコントロールできなくなるんです。前にも浅草の街でこんなことがありました。ドキー、結構破壊したよね。お前さん、アリスを探しに行きましょう。きっと劇場のどこかにいるはずです。上かな。だろ、ここで言ったらなんか下がりそう。よし、手分けして探そう。はい、言ってた方がよかったかな。散々でもいじった後やったしね。部屋はいなさそうやよな。まあ一回つってもな、なんかこの辺とか、とりあえず浴室からかな。え、誰かおる。正解か。あれ、誰か風呂に入ってるのか。もしかしてアリスかもしれないぞ。ガチでおるやん。ん、このえ、あいつ直行でここ来たん。この派手な服は織姫くんのじゃないか。あ、やっぱり時間は経ってるけどね、あいつここに、この輪は織姫か。基本的に1話に1人なイメージがある風呂のイベント。ということは今風呂の中に織姫くんが。
上ですね。さくらおるんじゃないの一緒に。 いかん体が勝手に風呂場の中に。あ、手分けし探そうって言ったから別々なのか、さくらとは。やべえ、うまくやらんとすげえ下がるやつ。お、頭にしか巻いてない。ふふん、日本のバスルーム意外に悪くないです。これ大浴場やからこのサイズやけど、一般的な風呂場なんてもう畳1畳ぐらいしかないけどね。オリーブ君が風呂に入っている。ごくり。そこにいるの、もう早いって。誰、いいか、見つかったか。選択肢来るよな。逃げるしかないんじゃない。見つからないうちに急いで逃げよう。喋ったら終わるって。気づかんうちに。で、風呂上がりを何とかすれば。まだ別かな。ふう、何とか気づかずに逃げ出せたようだな。もう一瞬逃げるが遅れていったら危ないところだった。さ、一応さっきの時間、あ、ってことは更衣室におるかな。ちょ、奥までしっかり行こうか。おるよね。着替えた。そうです、そうです。あ、ショーイさん、いやオリエメ君、風呂に入ってたのかい。しらじらしい。たった今上がったところです。なんか普通に会話してくるようになったね。うん、普通なら全然ただの美女やしな。そういえば翔士さん、さっきお風呂にお風呂を覗きに来ませんでしたか。な、言ってないよ。お風呂の中で何か人の気配を感じたんですけど。いや、気のせいじゃないか。変ですね。確かに人の気配がしたんですけど、さくらじゃない。どうだい、日本。速攻はぐらかした。日本の風呂の感想は意外に悪くないって感じ。壁の藤山の絵はセンスなさすぎですけど、もう日本一の山やぞ。とりあえずイライラした気分を洗い直すですっきりしたです。それじゃあ私は失礼します。お、プロアマイゼロでフィニッシュ。よかった、さっきのことは気づかずに済んだようだな。よし、俺もアリスを探しに行くか。お風呂に10分も使ったわ。さすがに地下はいなさそうか。コーランとかなら下の、さらに下の格納庫にいそうやけど。音楽室。アリスピアノやるしね。ワンチャンあるんじゃないっすか。アリスいないか。こないると思って、ダメか。他の部屋に行ってみるか。これでも時間経つよね。いや、リメイクみたいにね、せめて何かしらのイベントが発生しますよ。アイコン欲しいな。楽屋？ん？さくらかな。あれ？オリーブ、また衣装部屋から出てきて。どうしたんだろう？もう、困った顔してる。話しかけるか。誰だわ、まだ下がるやろ。いや、オリーブ君。なんで、翔平さんですか。驚かさないでください。オリーブ君、こんなところで何をしてたんだい。あ、この顔好き。あ、まずい。あ、これはこれでありかもしれん。私が何をしてようと、翔平さんには関係ないと思います。それじゃあ、私はここで失礼します。何も言わん方が正解な気がする。結局、オリーブ君は何をしてたんだろう。ああ見えて結構アリスに対してね、そういうことやよな。で、衣装部屋から出てきたってことは衣装部屋にはいませんよっていう。で、時間経ってない。ノーカウンだ。え、もう無難に部屋じゃないこれ。カンナなら食堂に来てたけどな。この、いやー、ないと思うけどな。こんな、鍵はちゃんとかかってる。ここから外に出たということはなさそうだな。ということは、アリスは定義の中にいるはずだ。まずい、探せんかったら下がりそう。部屋じゃないか。
部屋じゃない、結局部屋かいってなってくれんかな。開いてる、ドアが開いてる、中にいるのかな。うん、部屋にはいないか。部屋に閉じこもってると思ったんだけどな、違ったようだな。よし、他の部屋を探してみるか。わからんのやけど、どうしよう。上？やべ、全然ピンときてない。アリスいないか、こりと思ったんだけど。やったら他の場所に行ってみるか。わー、まずい。あ、サキちゃん、お前さん、ヒントくれるかな。ん、なんでこんなとこにいてんの。なんだ、サキくんか、なんかよかい、この時間に。ええ、実は二人きりでお話ししたいことがあるの。ここでは何ですから、私についてきてくださらない。忙しいんですけど。どうせ攻略できんしな。今忙しいんだ、いなくなったアリスを探してる途中なんだよ。ちょっと手伝ってや。そう、私よりアリスの方が大事なのね。まあ今はな。そんなことは言ってないよ。じゃあ私の話を聞いてくれるね、ありがとう、おもみさん。さあ行きましょう、二人っきりでお話ししたいことがたくさんあるの。はあ。おいさっくん、ちょっと無理やり引っ張らないでくれよ。おい、忙しいっつったのに。私についてきてくださいね。これ罠か。無駄に時間を過ごさせる。は？その裏に。ここは道具部屋か。こんなところで一体何の話があるんだ？お前さん？もうなんか敵として。ん？私を抱きしめて何なの？早いって。え？さっき突然何を言い出すんだ。私、もうこの点にいることは右も左も分からなくて不安なの。お願い、もうさ、何も言わずに私を抱きしめて。いや、これ絶対、さくらに見られるやつやろ。さっきの気持ちは分かるけど、それは断るよ。これ抱きしめることは簡単だけど、それは不安をごまかしてるだけだ。おお、いいこと言う。点入りにはすぐ慣れるよ。俺が抱きしめたりしなくても、すぐに不安はなくなるさ。もうあの三人娘にいじめられてるとかかな。大神さん。それじゃ、俺は行くよ。アリスを探してる途中なんだ。あ、お前さん、ちょっと待って。お、ヒントくれる？キャッ！は？さっくん。こけたわ。パンツスタイルやったっけ？激ミニスカでした。さっくん、大丈夫か？足が滑って転んじゃったわ。お前さん、なんとかしてくださらない？なんとかしてって言われても。うわ、美しい。は？うわ、色っぽいな。まず靴履かせるとこ。こんな靴じゃ転んじゃうのは無理はないな。言うほどヒールではないけどね。お前さん、そこはもう足首痛いのさせてくださらない？めっちゃ時間使ってない、なんか。どうやら足首ひどっていうのが、これをツンツンすればいいのか。さっくん、痛いのここかい？あ、そこです。あ、いい気持ち。しばらくするもやし。すみれおったら終わっとるな。ちょっと、もう立てや。もうここを見てやろう。あ、でかいんだ。でけんだ。何もかもや。あ、もう、良さそうやな。さっくん、俺が腕を貸すからさ、立って。あら、ありがとうございます。あ、クリアです。こんな激ミニあのお姉さん方怒るやろ。よかった、なんとか歩けそうだね。これは全力で女子に嫌われていくスタイルやな。ええ、これも小川さんのおかげね。この女と私にずっとついてきてくれて、とっても優しい、ついていてくれてとっても優しいのね。ひねった足首を何度も優しくさせてくれたからとても嬉しかったな。おれー来たやん。大神さん、サキさんと二人でそんなことをしてたんですか？その声は。ただ、抱きしめとったら終わっとったよな。さくらくん。アリスがいなくなって耐えるときに、ふまじめすぎです。あ、勘弁してよ。お邪魔して失礼しました。私、部屋に帰ります。最悪や。サク、待ってくれ。話を聞いてくれ。お前さん、おかげさまで足もすっかり良くなったみたい。さくらさんに怒られて3年だったわね。それじゃあおやすみなさい。
いるこのなんかマナーイベント。サッキ君、元といえばサッキ君に無理やり誘われたせいなのに、忙しいっつったのに。それにしてもサクラ君に、サクラ君もあんなに怒らなくてもいいのに。ああ参ったな。おい見つからんぞアイリス、人でも減った最悪や本当に。あ、おみはいいな。だな。かき割りだ。ね、かやま